それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で前回は、主にその一変数多項式のホーナー法と、その応用について扱いました。でホーナー法による一変数多項式の評価と、それからホーナー法のアルゴリズムについて説明を行いました。なお計算量の評価についてはその講義の後の演習で皆さんに問題を解いてもらいました。それからと、ホーナー法の応用としまして、非不整数の二進十進変換、それから、小数や分数の二進十進変換について、説明をしました。で、今日は、その第2章の残りの内容としまして、多項式や多倍調整数の乗算などについて、話を進めていきたいと思います。まず、外に入ります前に、前回の組み立て助法とホーナー法について1点補足しておきますと、この組み立て助法ですね、このホーナー法とも言ってもいいですけれども、これは実は、この助法の小も同時に計算しているというところに注意してください。で、これは前回の、ホーナー法を説明した際の例題ですけれども、多項式 AX を 5X4 乗プラス 3X3 乗マイナス 2X2 乗プラス 8X マイナス10としまして、X0 を10としました。で、組み立て助法では、この AX をですね、X マイナス10で割った乗与というのが、実はこの AX にの X に10を代入した値で評価されるということを言っているわけですけれども、で、実はこのですね、組み立て助法の際に、この赤枠で囲った部分というのが、実はこの AX を X マイナス10で割った際の小になっています。で、それはこの赤枠で囲った部分の右側ですね、右側の方が工事の小になっておいて、この場合ですと、小が 5x3 乗プラス 53x2 乗プラス 528x プラス 5288 ということになっておりまして、で、ちょっとこの場ではですね、ちょっと時間の都合で、これがなぜその小になるかという詳しい説明は省略しますけれども、一応その、ホーナー法を行うことによって、実はその組み立て助法による乗与だけでなくて、小も同時に計算できているという点が一つのポイントです。ですので、今日ちょっとこれから多項式の除算なども行いまして、その辺の計算量の話にも触れると思うんですけれども、そういった意味で、この組み立て助法では、割る方の多項式が x-a というちょっと特殊な形の一次式ですけれども、そういう例に限ると、乗与だけでなくて小も効率的に求められるという意味で、優れたアルゴリズムであると言えると思います。ここで一応注意しておいてください。それでは今日の本題のですね、その多項式や多倍調整数の乗算というところに入ります。テキストを持っている人は21ページの終わりの方から始まっていますので、そちらも同時に確認しながら進めてください。まず最初に扱うのは一変数多項式の乗算です。一応今回はこのような例題を持ってきました。AX、BX とも整数係数の多項式なんですけれども、AX は3次の多項式ですね。こういう形で表されております。それから、あと BX は1次の多項式で、やはりこういう形で、きっと係数が与えられているものとしましょう。で、この時に、皆さん、これまでのですね、数学をやってきた中で、その AX と BX を筆算で計算しなさいって言われたら、こういう形で計算すると思うんですけれども、まず AX の係数をこう上の方に並べて、で BX の係数を下の方に並べて、一応その各次数ですね、次数の項を揃えておきます。右側から定数項 X の1乗2乗3乗というふうにこう係数を並べるわけですね。であとは整数です、整数やのなどのその掛け算と同じように、その各その項
の係数をかけたものをこう下に順番に書いていって、最後にこの各項の次数ごとの項のですね、計算結果をの和を取って、この下の行にありますように、この場合はまあ、4次の多項式になりますけれども、4次の多項式の C4 から C0 という係数が得られると思います。で、基本的に、まあ、ここで説明します一番基本の一変数多項式の乗算のアルゴリズムは、まあ、この我々の筆算をそのままアルゴリズムにしたようなものです。で、一応アルゴリズムの形にすると、我々がその普段やっている計算がどう表せるかということを知っておくことも、まあ、有益だと思いますので、アルゴリズムの形で書いておきます。入力としましては、AX と BX ですね。で、まあ、復習ですけれども、この授業で入力の多項式を表す際には、例えば AX の係数、AX の場合ですと、AX の係数を定数項から小引きの順に並べて括弧でくくったものとして多項式を表していることに注意してください。で、まあ、BX は M 字の多項式で、 AX は K 字の多項式という形で入力しております。で、出力としましては、この CX を出力すると。で、 CX はまあ、入力の多項式が K 字の多項式と M 字の多項式ですから、出力の多項式の次数は K プラス M なわけですね。で、いう形でこう出力をすることにします。 であとは1行目から順番に書いておりますけれども、まず1行目のステップでは、これは出力のですね、 CI ですね、係数を一応ゼロで全部初期化しておきます。で、2番目がその乗算の主な部分ですけれども、これはループが二重になっていることに注意してください。最初に I に関するループがあって、で、次にその中で各 J に関するループを回しています。で、これはどういうことに対応しているかというと、一応筆算の場合で考えてみますと、この筆算でこの AX に BX をかけた時っていうのは、まず最初のステップでやったことはですね、ここにありますように、この BX の定数項の B0 にですね、この AX の係数を順番にかけていったっていうのがこの最初のループでした。ですので、まず最初のループでは BX の係数を一つ固定して、でその中でこの例えば今だったら B0 と A0、A1、A2、A3 というその AX の係数との掛け算を繰り返します。でそれが中のループですね。でそれが一回終わったら、今度は BX の係数を取り替えて、まあ、この場合は B1 にして、今度は B1 と A0、A1、A2、A3 の積を順番に計算していくと。ということで、その今説明しましたように、こちらですと、ごめんなさい、ちょっと見にくいんですが、ちょっと待ちますね。その中のループでは、その各この場合、BX の係数を一つ、BX、そうですね、BX、この場合 AX かな。ちょっと今、このアルゴリズムでは表現逆になっていますけれども、この場合は、AI が固定されてるんですね。AI 固定されて BJ を動かすということは、すみません、さっきの説明とは逆なんですけど、このアルゴリズムの中では AX の係数を一つ固定して BX の係数を順番にかけるというのを中のループで繰り返しています。で、今度はそれが一回終わったら、AX の係数を一つ変えて、でまた BX の係数を順番にかけていくということで、それを AX の係数分だけ繰り返すということで、ループが二重になっていることに注意してください。で、それが終わると最後はこの CX の係数を返して終了ということになります。ここまででしょうか。で、その計算量の見積もりなんですけれども、一応ここでは整数の加減上乗をですね、1回の演算の単位とすることにします。で、
そうしますと、まず、ステップ1から順番に見ていきますと、ステップ1では、これは代入ですので、計算量には関係ありません。で問題はステップ2の部分なんですけれども、こうですね、代入は無視します。でそれから、ステップ2なんですが、まず外側のループですね、i に関するループは、これ、i が0から k まで動かしますので、繰り返しの回数は k プラス1回ということになります。でその中で各 i に対してその j の繰り返しが何回生じるかというと、j が0から m まで動かしますから m プラス1回動かすと、繰り返しということになります。で、その、i が0から k、j を0から m まで動かす繰り返しの各繰り返しの中で行われている数学演算がここにありますように、加算が1回ですね、それから乗算1回ということで、これがですね、この一元性多項式の乗算の中で行われている数学演算ということになりまして、この合計を取りますと、2っていうのはこの加算1回乗算1回ですね、この2に、k プラス1はこの i に関する繰り返しの回数、で、それの中で、m プラス1は j に関する繰り返しの回数と、これを全部かけますと、ここで現れる乗算の、四則演算の回数が 2×k プラス 1×m プラス1になるんですが、これをラジオで評価すると、オーダーの km ということになります。で、ここまでいいでしょうか。まずこのようにして、計算量の見積もりを行っています。で、次に必要なことは、その計算量から何が言えるかっていうことなんですけれども、その先ほど見たように、この乗算の計算量がオーダーの km ということは何だったかっていうと、k が a の次数で、で、m が b の次数ですので、演算回数は、その ax と bx の、次数の積に比例するというのがまず一つポイントになります。一応前回までにですね、この一変数多項式のその加算の計算量というのもやったと思うんですが、加算の計算量っていうのは確か、この AX と BX の次数の、どちらか、たかだか大きい方ですね、のみに比例するということだったんですが、乗算になりますと、その計算回数っていうのが、計算量っていうのが、乗算かける多項式の次数の積に比例するという点に注意してください。で、もう一つ、注意点としましては、今出した計算量っていうのは、その四則演算の回数ですので、実際に例えば、この係数に多倍長数が入ってきた場合に、それがそのワード単位の、計算量としてどうなのかっていうのは、また別に見積もる必要があります。もちろん皆さん、直感で、的に感じると思うんですが、ここに現れる係数がですね、小さいものよりは大きいものの場合の方が、計算量は、計算はコストがかかりそうだっていうことは、気になるわけですけれども、それは実際にこれから調べてみることにします。